ライダーの耳をハックする10マイルバイクレディオのお時間でございます。いつもご視聴ありがとうございます。ローリー青野でございます。誰だよって感じですよね。皆さん、鎌田さんです。浜寺で天の声をさせていただいてます。そうです、です。あの、初めて浜寺って前ね、深地さん出てラジオやりましたけど、ローリー青野が参加するEC の YouTube 番組でハマデラーズっていうのがあるんですけど、そこの天の声さんで顔出ししてないです。初顔出しです。はい、でございます。ね、はい、実はね、なんで鎌田さんねいるかというと、鎌田さんもライダー、まあ元ね元ライダーでして、はい、今回のテーマはなぜお前はバイクを降りたのかと。ああ、なるほどね。そう。実はね、今ね、鎌田さんね、バイク乗ってないんですよ。乗ってないんですよ。でもね、若い時は、バイクに乗られてて、何かがきっかけでバイクを降りたと。で、このね、ローリーの10マイルバイクライフ見られてる方って、免許を取ろうという方もいらっしゃるし、今現役で、乗ってる方もいるし、一回降りてリターンした方もいるんですよ。ね、僕は、で、バイクに乗ってなくて、おじさんになってから免許取って楽しくやってますけど、うん、降りる人っていうのよく聞くんですよ。俺今乗ってないんだっていう人、うん、バイクの免許はあるけど、ついこの前も、全くバイク乗ってなさそうなおじさんがいたんですよ。で、話してたら、あ、僕も中免持ってますみたいな。うんうんうん、そうなんすかって、なんで乗ってないんすかって、いや、ちょっといろいろありまして、そのいろいろは何なんだと。バイク降りる理由っていろいろあるんで、そこをちょっと鎌田さんに聞いていこうかなと思うんですけど、そもそも鎌田さんっていつバイクの免許取ったんですか？バイクの免許を取ったのは、そういうこと、高校卒業してすぐ 18? 18、いや、中免を取ったのは、そうですね、18、19ぐらいですね。あ、結局、取ったきっかけは、はい、まあ、車は持てないじゃないですか、高いですし、維持費も高いので、でも足が欲しい、っていうので、バイクの免許を取ったっていうのがあるんですけど、もともとあれです、そう、ロッカーズとか、エースカフェとか、ああいうのが好きで、憧れでいつか乗ってみたいなっていうのはもう高校時代から持ってたっていう感じです。だから免許取った後に乗ったあのバイク、そうそう、ゴリゴリのゴリゴリにセパハンの超前傾の運転しにくそうなやつなんで、まあ、あれはだから働き出してから買ったバイクなんですけど、なるほどなるほど、もともとはだから中古の SR、 あ、 SR、 はいはいはい、セパハンにしただけですかね。その後にいや、サムネになってるんで、そうそうそう、私今回、そうそうそう、あのバイクは、あれはだからお金、働き出してから買ったバイクですね。はい、あれ車体なんですか？あれは、川崎の W400。W400 を原型のない。原型のない。エンジン前しか原型のない。もうタンク、あ、全部変わってるんですよ。タンクもシートも。全部変わってますね。タンク、シート、マフラー、全部変えてて、うん、だから結局車体を一応新車で買って、はいはい、もういきなりカスタムしてるので、はい、トータル100、当時、はい、150万ぐらい。ほう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 。で、まあ、あとでその話はするんですけど、まあ、売った時はやったら、確か70万ぐらいで。あ、本当ですか？バイク降りる時の最後のバイク。そうです、それから乗ってないですね。それなんでそこまでゴリゴリにカスタムしてバイク乗って何歳まで乗ってたんですか？あれはいくつだろう、35、まあまあ乗りましたね。乗ってたというよりは、正直正確には持ってたっていう感じ。ああ、なるほどね。持ってたってことは、その何年か前に乗らなくなったってことなんですか？結局あれなんです、19で取ったとしてバイク乗り始めましたと。で、SR を乗って、はい、で、大阪、当時は住んでたんですけど、はい、東京に来る前に、はい、もうその時はバイクを売ってたので、はいはい、で、東京来た、うん、で、働き出した、うん、で、少し余裕もできた、うん、で、趣味を何か作りたい、うん、あの時バイクを乗ってた、うん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 、じゃあどういうバイクを乗りたいんだ、うんうん、じゃあやっぱ昔の憧れのバイク、うんうん、で、今3年になってるバイクを買ったのが、うんうん、結局27ぐらいですね。27、はあ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 。
ちなみに鎌田さん、あのローリーと同じ同い年の44歳なんで、意外とつい最近ですね。そうですね。ね。あれなんですよ、そっからバイクの仲間もすごい増えて、はい、もうよくツーリングも行ってたんで。ああ、バイク仲間っていいですよね。いやー、いいですね。わかる、わかる。それで、こう、仲間も増えて、趣味もできて、で、いつ乗らなくなったんですか？ね、乗らなくなったのは、乗れなくなった。乗れなくなった、まあ、結婚をしたのが29。はい、あ、29。はいはい。2年しかなかったってことか。2年、まあ、そう、2、3年、うん、実際、バリバリ乗ってたのは2、3年。2、3年、はいはい。あの W400 に乗ってたのが、そう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 、もうその頃は本当月に1回ぐらいはみんなツーリング行ってました。ああ、それでなんで結婚するタイミングでバイクを降りたってことなんですか？だから結局降りてはいないんですよ。持ってたと。持ってたんですよいや、乗らなくなったと。乗らなくなった。なんで結婚がきっかけ？結婚をして子供ができると、はい、はい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 、やっぱり自分の時間を作るのが後回しになる。わかる。そういう人のね、あの声よく聞きます。そうです。それをバイク乗っちゃうと、うん、まああの夫婦の関係が。なるほどね。なるほど。夫婦の関係もギクシャクすると。ギクシャクするというか、やっぱそこはまあ自分が折れるところかなっていう。なるほど。なるほどね。いや、でもそういう方って多分多いでしょうね。多いと思いますよ。いや、僕みたいに、やっぱ子供もね、ある程度大きくなって、で、勢いでバイクの免許取ってればね、もう別に土日バイクに乗ってようが、子供は勝手にするし、奥さんも自由な時間ができて、楽しそうにしてますけど。まあ逆にね、それぐらいだと奥さんも家にいない方が嬉しい。そう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 、そうなんですよ。でうちなんかもう家族みんなバラバラすからね。どっち親父はバイクに乗るし、奥さんは買い物行くし、子供たちは部活行ったり遊んだりするもんね。そうか、やっぱそこがやっぱ大きいんすね、バイクを降りるきっかけ。そうですね、結局あのバイクを乗らなくなっても、うん、あのやっぱりすごく好きで買ったバイクだったんで、はいはいはい、手放すのにやっぱ4年かかってるんですよ。あ、なるほど。え、その間はどっか車庫に入れて見るだけ？見る、そうです。本当極端話見るだけ。はあ。だからその車検のタイミングで打ったって感じですね。2回目の。だからそこで正確に降りたっていう感じ。そっか。だからこれが正直250とかだったらまだ持ってた可能性はあります。ああ、なるほど。なんか辛くなかったですか？まあバイクを取るか家族を取るかってことですよね。極端な話。まあそうですね。だその、うん、ね、車検のお金があれば子供たちに何かしてあげれるかなって、まあ、結局乗らないしっていうのが、まあ、やっぱり4年も続くと、うん、まあもうそろそろかな。なるほどね。バイク自身もやっぱ乗ってもらってた方が喜ぶだろう、うん、なるほど。え、今まだバイクには愛があるんですか？いつか乗りたいなとか。あのバイク、ああいうバイクは乗りたいと思います。もともとやっぱ好きなので、どちらかっていうと僕はあの見た目だけでバイク乗ってたので、あー、なんとなくわかるあのだからにわかバイカーなんで。なるほどなるほど。そっか、だから僕みたいにもうビジネスライダーじゃなくて本当にバイクが好きってことですもんねだから乗ってあの快適さっていうよりも、はい、あの見た目の方。なるほど。だから乗ってる俺がそうなんですよ。だからね、このラジオではそういうのはもう大事にしていこうぜって言ってるんですよ。はいはい、他人に見られることを意識してバイクに乗ってください。いや、もちろん、うん、それが大事だと思う。大事でしょ？だからバイクに乗ってモテるとか、バイクに乗っててかっこいいって言われるような、え、バイク乗ってるんですかみたいなのを、これみんなをね、洗脳していきたいなと。ちょっとダサい人も多いじゃないですか。ダサいっていう風に見られてる、一般的にザ・ライダーって。だからね、あのおっさんライダーって、うん、基本的にもう価値観もずれてるでしょ言うねあの、なんていうんですかね、こだわりがあるし、はい、うん、まあ人それぞれなんでいいんですけど、はいはいはい、なんか多分ね、モテると思って乗ってると思うんですけど、うん、絶対一般の人にはモテないです。モテないね。あのバイク乗りの女子のコテコテの人にはモテるけど、うん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 、そこにモテてもね、そう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 、
しょうがないでしょ。そうそうそう、うん、まあ、あの僕あの登録者がまあまあいるんだよあんまり言えないですけど、でもね、分かる、どこで勝負してるんだと。そう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 、ってことでしょ。うん、だ かっこよくなれるはずなのに、うん、なんか違う方向にかっこよくいっちゃってる。うんうんうん、分かる分かる。でもそこのもうそこのラインにも立てないわけじゃないですか、今ね、バイクはね。バイクないですからね。そう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 。だから、あの、ローディー的には、ぜひ、ちょっとまた鎌田さん、落ち着いたら、バイクね、乗ってもらって、まあ、ファッション業界にいる方なので、僕と一緒に、バイクとファッションっていうのを発信していきたいなと。そうです。だから、それのためには、あの、うん、青野さんに、うん、まあ、ツーリング企画もひっくるめて、うん、もっとコミュニティを大きく作ってもらえれば、うん、だってバイクないじゃないですか。あの、できた頃に乗るんで。あ、なるほどね。なるほどね。でもね、ちょっとこれリターンされてる方の話を聞いたことあって、僕自身も今ね、すごく興味のある排気量があって、やっぱり 125cc で、はい、僕が乗ってる FTR と、今の 125cc を乗る、うん、例えば 155cc っていうのもあるんですよ。うん、全然 FTR よりいいですからね。うーん、有料道路が125は乗れないですけど、有料道路が乗れないだけで、あの、たまに僕レンタルバイクして乗りますけど、あ、俺なんで FTR 乗ってるんだろうなと思いますもん。うーん、それぐらい今の多分鎌田さんが乗ってた W400 より、例えば今 XSR125 とかあるんですよ、うん、逆輸入で入ってきてるバイク、それもいろいろカスタムできるんですよ、うん、多分それ乗った方が乗りやすいと思います。いや、そうなんですよ。だから僕は結局排気量はあんま関係ないんで、うんうんうん、乗りやすさって、その長距離も基本的にあまり考えてない人だったんで、うんうん、はい、かっこよさでしょ。そうそうそう、だからいいんですよ、馬力が少なくて、うんうんうん、カスタムして、ゴリゴリにカスタムしてかっこよく乗りたい。多分あのファッション業界の人って、あの代官山とか行くと、なんかオフロードの汚いサビサビのバイクあえて乗ってる人とか、モタードとか乗ってる人とか、あいつたちって多分ファッションで乗ってるでしょ。そうそうそう、そういうなん乗っててコーディネートして乗ることがおしゃれなわけで、街並みも含めて、そういうことですよね。だからゴリゴリで乗るなと。まあそれは趣味としてはいいけど、だからそこのゴリゴリが多分ちょっと方向を変えた方がいいと思います。なるほどね。モテたいならね。なるほどね。いや、モテたいっしょ。いや、男ならモテたいっしょ。いくつになってもね。ああ、モテたい、モテたい。扶養者、扶養者、あの、奥様がいて、うんうん、原動力はモテたいでしょ。モテたい、モテたい、ね。モテるために、まあ、それは奥さんにモテたいっていうのも込みで。うまいこと言いますね。僕ね、愛妻家なんですよ。さすが。やっぱりそこが、ああ、うちの旦那、バイク乗ってて、楽しそうにしてるし、おしゃれに乗ってるよねっていう風にやっぱ奥さんに思われたいし、子供にも思われた。いや、そうなんですよね。結局だから、うん、その奥さんがお友達に、紹介できるバイクに乗ってほしいですよね。そう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 。なんかさ、ローリーさんとこのあの旦那さん、ローリーさんのところって言わないですけど、あの旦那さんなんかバイク乗ってるけど超ダサいよねって奥さんが言われてるの辛いじゃない。辛いです、辛いです。そしたら奥さんも、ね、言えなくなっちゃう。そうでしょ。ちょっとあんたやめてと、そんなダサい格好でバイクに乗らないでと言われると辛いですよね。辛いですし、それ不仲の原因にもなりますね。確かに確かに。だからやっぱりそこをライダーは、まあ、あの今バイクに乗ってない鎌田さんが言うと全く説得力がないんですけどまあでも鎌田さんはかつてサムネ見たら分かると思うんですけど、本当アホほどカスタムしてるバイクで、要はもう見た目重視、ファッション重視で乗られてたということですよね。もうめちゃくちゃ街中の人見られましたからね。そりゃそうでしょう。あの写真見せてもらいましたけど、なんて乗りにくそうなのに楽しそうな顔で乗ってるあの写真で、あの走ってるところ。嘘ですよ、サムネに使わないですけど。でもやっぱり、ね、今回のテーマのなんでバイクを降りたのかっていうところで、やっぱりこれ、まあ男性も女性も、まあ女性の比率は少ないけど、男性でやっぱり多い理由ですよね。ご家族ができて降りたと。まあ家族とバイク趣味をどっちを取るんだと。でもこういう方って一時期降りて、ご家庭がね、落ち着いて、落ち着いた時にまたリターンする確率も高いみたいなので、40代後半から。だちょうどね、僕たちもね、もうすぐしたら40代後半になるんで、まあ鎌田さんが戻ってきてくれることを祈りながら、
今回のラジオは終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じで、はい、ちなみにね、あの来週も鎌田さん出るんで違うテーマでそれじゃあね、皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それじゃあ皆さん来週も聞いてね。ローリーアオルでした。